とことんやりこむ、どうもなおちんです。さあ今日も妖怪学園 YYY 学園生活をやっていきます。チャンネル登録高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。今日はね、裏技をやっていきます。裏技の名前がド白天横一文字無限切りです。まあ名前の通り、ド白天横一文字切りを無限に出すっていう、裏技なんだけども、どこで行こうか。とりあえずここら辺で、行きましょう。これでいいか。超バケラ、これでいきます。それではやり方なんだけども、ド発点横一文字切りって一回ダメージが入って、その後炎の道ができて持続ダメージ与えるでしょ。そのね、持続ダメージで倒します敵を。持続ダメージで、そうすると発動します。では早速行こう。行け、行った。敵の HP が若干残ってるよね。敵はなぜか死ななくって、生き残ります。でほら、炎の道が何度も何度も発動します。まあまあ倒せないんだけどね、倒せないんだけどね。これがド発点横一文字無限切りです。まあ遊びでねやってみてください。倒せないんで自分でねフィニッシュしてやってください。はい。まあ召喚したね音量とかが倒してくれる時もあるし、ずっとやってても、時間が経つだけなんで、なんとかね敵をあの世に送ってあげてください。はい、ということでまた出していくのでチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。そいやー。